イギリスファシスト連合、イギリスファシスト連合、イギリスファシスト連盟、英国ファシスト連合、ブリティッシュユニオン・オブ・ファシスツ、略称、バフは、1930年代のイギリスに存在した、ファシスト政党。元保守党大義士で労働党に転校し大臣も、務めていたことのある、第6代順断社クサー・オズワルド・モズレイが1932年に、設立した。は、 モズレーの政党、ニューパーティーをはじめ、イギリスファシスト党などイギリスで活動していた、いくつかのファシスト系小政党からの運動家が集まり、連合を組んだ形をとっていた。バフは、ナチスに似た、陶器を制定した。赤い旗の真ん中に白い円を配し、中に線香をあしらったデザインは、結束の中の行動を表した。また、陶歌は、内容、曲調ともナチスと歌、 旗を高く掲げよホルスト・ベッセルの歌と強い類似性を示す。ラムゼー・マクドナルド労働党内閣で大臣を務めたモズレーは、失業率の上昇に対して取り組んでいた。1930年には、機関産業の国有化を謳う、モズレーメモランダム、モーズリーメミランダムという失業対策案を発表する者の,の賛同を得られず、労働党内での孤立を深め1931年、 初頭に離党した。辞任直後にモズレーメモに基づく政策を打ち出したニューパーティー結成して総選挙に出た者の,の敗北を起死してしまう。この間ニューパーティーは次第にファシズムの影響が濃くなり始めた。モズレーは1932年1月にイタリアなどのファシズム運動の視察に出て感銘を受けて帰国し4月に青年運動を残して ニューパーティーを回答した。夏の間に、新しい政治方針の執筆を行ったモズレーは、自らを、ベニート・ムッソリーニになぞらえ、イタリアのファシスト党をはじめとして、他国のファシスト運動をモデルに1932年10月に、新党、イギリスファシスト連合、バフを形成した。彼は、党員の制服として、イタリアの黒シャツ対同様の黒い服を制定したため、 街頭の自衛行進や抵抗者の排除を行うバフの、紙幣部隊、民族防衛隊、ナショナルディフェンスフォースは、黒シャツ、ブラックシャーツの異名を持つことになった。英国ファシズム運動の先駆けであった、イギリスファシスト等や、アーノルド・リースの帝国ファシスト連盟などとは対立した、これらのファシズム政党から支持者や運動家を奪い、統制を拡大していった。 イギリスファシスト等の有力活動家だった、ニール・フランシス・ホーキンスもバフに合流し、やがて等のナンバー2になり、統制の位置に貢献した。バフは、反共主義と保護貿易主義を打ち出し、議会制民主主義を排する代わり、各産業分野から、それぞれの産業内部において、権限や統制を行使する、代表を選出するシステムを導入することを目した。これは、 イタリアファシズムにおけるコーポラティズムに類似する。しかし、イタリアと異なり、イギリスのファシストのコーポラティズムは、部分的に民主主義を残したもので、貴族員の代わりに産業界、聖職者、植民地などイギリスを構成する集団から、選出された幹部たちによる集会を置くこととした。また庶民員は、より意思決定を早くし、より、 党派主義的民主性を減らすよう希望を縮小すべしとされていた。バフはイギリスや世界のファシスト運動の中でも整った政策やイデオロギーを持ち、トゥモロー・イーライブ、ザ・カミング・コーポレート・ステートなどといった出版物の中でモズレーにより披露されている。バフの政策は孤立主義、すなわちイギリスは大英帝国の中の諸国としか交易しないという、 経済政策に基礎を置いていた。この政策が人々を引きつけた部分は、イギリス経済を世界経済の大恐慌の変動から、分離でき、イギリス内部の工業生産が、我々の賃金の3分の1で、1日10時間働く、東洋の労働者、海外からの安い奴隷労働との競争の影響にって失われることを防げることにあった。これは、当時、欧米資本の出資による、 大量生産がインドや中国で没効しようとしていたことを指す。バフの党員には貴族や軍人の家系から出た者が多く、巧妙な軍事学者、ジョン・フレデリック・チャールズ・フラーも党員であった。1930年代におけるバフの公式な政策は反ユダヤ主義ではなかったが、モズレーをはじめとして、幹部の中には熱烈な反ユダヤ主義者がおりバフも、 反ユダヤ主義を代表する政党と見られていた。バフは一時、党員数が5万人に達したと発表した。また、新聞王のロザーメア主尺、ハロルド・ハームズワース率いるデイリー・メール氏及びデイリー・ミラー紙は、初期からバフを支持し、デイリー・メールは、黒シャツ万歳、フランホーザ・ブラック・シャーツという大見出しを掲げてみせた。バフの、 黒シャツ隊に対する世論は分かれた。いくつかの地域では、黒シャツの統一された服装や彼らの訴える、抗戦的な愛国主義が党員を集めた。また、これをバカバカしいと考える者も,も多かった。小説家 P.G. ウッドハウスの、ジーブス、ジーブスウースターシリーズには、モズレーと黒シャツ隊を皮肉った、アマチュア独裁者ロデックスポード伯爵と、黒ショーツ隊という集団が登場する。 バフに対しては、ユダヤ人、アイルランド人、労働党、イギリス共産党、CBGB や民主主義者が抵抗し、時には双方の暴力沙汰も起きた。イーストロンドンの労働者地区では、バフは人気があったが、総選挙に立つことはせず、1935年の総選挙では、有権者に危険を訴え、次回はファシストへと訴えた。しかしバフに次回はなかった。 対独戦も終わりファシズムも没落した1945年7月まで次の総選挙は行われずその時にはバフは回答した後だった。1930年代半ばに入りバフの行動は次第に暴力性を増しナチスとの提携ぶりに対する違和感も高まり始めたため中産階級の支持者は次第に疎外感を抱き始めた。党員数は減り 1934年のロンドンにおける大衆集会ラリーではバフ幹部と共産主義者の暴力による衝突も起きた。こうした宣伝のまずさからデイリーメール氏はバフに対する指示から手を置いた。選挙で躍進した経験のないバフは主流の政治手法から離れていき、1934年から1935年に かけては過激な反ユダヤ主義へと進んでいった。この時期、ニューパーティー決闘以来のモズレーの名優、ロバート・フォーガン、ロバート・フォーガンも離れていった。1935年末には、党員数は8000人以下に減少していた。バフは、ロンドンでユダヤ人の追放を訴える、反ユダヤ行進や抗議活動などを展開した。 1936年10月4日の日曜日には、ユダヤ人の多いロンドンのイーストエンドで2000人から3000人規模の反ユダヤ人行進を行おうとし、これに抗議するために集まった住民やユダヤ人、社会主義者、共産主義者ら10万人とのケーブルストリートの戦い、ケーブル街のバトルオブケーブルストリートという暴動に発展する。バフを追い出すために集まった人々は、 スペイン内戦のマドリッドの戦いで、ドロレスイバルリが叫び反ファシズムのスローガンとなった、ラオトースナ。ゼーシャルノットパス、ノーパサランを合言葉とし、行進を阻止するためのバリケードを路上に築いて、バフの黒シャツ隊やバフの行進を監視、警護するために同行した、警官6000人らに物を投げつけ抵抗した。この抗議運動によってシャツ隊は、ケーブルストリートから押し返され、 その後の警官と反ファシスト運動家との乱闘で150人が逮捕され双方に175人の怪我が出た。政府もこうした動きに対して関心を持ち、1936年には議会が治安法パブリックオーダーアクトオブ1936を通過させ、更新の際に政治運動の制服の着用を禁じたほか、政治的更新の前進にあたっては、 警察の同意を求めた。1937年1月1日から施行された、この法律は、バフの運動の壊滅に効果を発揮した。党内では、より普通の政党となって生き残ろうとする動きと、主兵部門を率いるニール・フランシス・ホーキンスのように、軍事職を維持しようとする動きが対立し、やがてホーキンスが、党の事務総長に就任し、主導権を握った。 1937年に行われたロンドンカウンティカウンシル LCC の選挙ではイーストロンドンのベスナルグリーン、ショーディッチ、ライムハウスの3選挙区に候補を立って4分の1を得票する件を見せヨーロッパ情勢の悪化にあたってイギリスの介入を求める声にまずイギリスの内政を優先せよと反論した第二次世界大戦がついに勃発すると交渉による平和を訴えたが ドイツの侵略がポーランドから北欧へと拡大する中でモズレーの神読的な和平の主張に対する風当たりは日増しに強くなった。戦争が西部戦線にまで拡大した1940年5月23日戦時緊急法制1939年国家緊急権防衛法の下でナチスの進歩を拘束する防衛令18倍と ディフェンスレギュラシオン18バイトが施行された。バフは活動を禁じられ、モズレーか740人ほどのファシズム活動家が逮捕され、第二次世界大戦の間拘束された。戦後、モズレーは正解に復帰しようと何度も試みたが、失敗した。例えば戦後間もなくイギリスの極右活動家を集めて、ネオファシスト組織、ユニオンムーブメント、ユニオンムーベメントを結成し、 強力なヨーロッパ国家創設を訴え、1960年代には活発に活動したが1970年代には下火になった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。